元山人志,志郎は沖縄県議の安市出身の大学院生、政治活動家。自由と民主主義のための学生緊急行動やシールズ琉球の設立に参画した後、辺野古県民投票の会代表として2019年、沖縄県民投票のための条例制定を求める活動を行った。法政大学沖縄文化研究所奨励研究院、沖縄県議の安市出身。 琉球大学教育学部附属小学校、琉球大学教育学部附属中学校、沖縄県立普天間高等学校を卒業後、大学受験同人生活を経て、国際キリスト教大学教養学部在学中、サスプル、ユンタクルー、シールズや、シールズ琉球の設立に参画。2016年度は大学を1年休学し、新外交イニシアティブで、スタッフとして働く。 大学卒業後は、一橋大学大学院社会学研究科修士、家庭に進学し、日米外交史の研究を行う、法政大学沖縄文化研究所奨励研究院。2018年4月には、大学院を休学。4月16日に、辺野古県民投票の会を設立して、同会の代表に就任。署名活動等により条例制定を直接請求し、 2月24日に行われた2019年沖縄県民投票の実現にあたった。2019年2月25日、元山仁志,志郎、ロバート梶原、高野武氏で対談を行った。2019年7月26から28日に行われたフジロックフェスティバルに呼ばれ、玉木デニー沖縄県知事、ジャーナリスト津田大輔早稲田大学教授、 オレンジレンジの用途のトーク企画に出演した。ありがとうございます。